さあ、というわけで、東京ゲームショーカプコンプログラムが終わりました。先ほどまでね、同時視聴一緒にご覧くださった皆さんもお疲れ様です。そして、えー、この動画を見てくれている方には、その情報をまとめて、ラジオ感覚でお話ししていこうと思います。いや、多分忘れてるものないと思うんだけども、んとね、まあ先に言っておくと、情報量としては少なめでした。 だけど、これ、東京ゲームショウとかだと、モンハンはいつものこと、むしろ、ニンテンドーダイレクトから、この東京ゲームショウにかけて、新情報が出ただけでも凝固、行好なぜか、ライブでも散々言いましたけども、モンスターハンターの、えー、っと、シリーズのね、コアな情報っていうのは、カプコンプログラム、カプコンのモンスターハンター特別プログラム、ダイヤ、なけ、デベロッパーズダイアリーとかね、そっちの方でコアな情報が出ますんで、まあ、それが、そのうち、 開催されることを祈りながら、それが来たらね、多分もっと大きな情報も出てくるんじゃないかなって思いますけども、ただ、新情報も大量にございます。これは、これで。まず、第5弾、コラボ第5弾の内容は、みんなお待たせ、号機以来のハンターの重ね着、帰ってきた魔界村アーサーなりきり装備、 ということになっていますね。えっ、ー、と、そんなに映像としてはたくさん出てなかったけども、あの、号旗同様に、あの、区内がまた違う、ランスかなランスかなんかなってたのかななってたっぽいんで、多分他にもギミックがいくつか変わってるかなと思うんだけど、ただ号旗の片手剣みたいに、なんか変わるのかななんかランスとか使ってたけど、他の武器も色々使ってたからね。 ちょっとそこは詳しくわかりませんでしたけども、とりあえず、あのー、号機同様に、まあ、帰ってきた、まあ、カイムラ大好きな人にとっては、当然、知らない人にとっても新しいギミックたくさん、といったとこでございましょうか。第5弾のね、コラボが、これ10月の3、ちょうど1ヶ月後かな、10月の30だか31日ぐらいに、やってくる、そうです。そして、そして、 えっと、なんだっけ、その後、えっと、音楽ライブがあって、これ、カプコンの方の、あの、アーカイブ残ってんのかわかんないけど、音楽、好きな人、BGM 好きな人、聞いてみるといいですよ。新しい、あの、なんだっけ、ロックバージョン、牧彦のロックバージョン、流れてました。めちゃくちゃかっこよかったです。これは良かったですね。ま、他にも色々ありまして、で、 もう次で、えっと、新 PV のサンブレイクのモンスター名がね、分かったんですよ。モンスター名、バンパリオンではなかった。<laughs> 吸血流バンパリオンではなかった。シャク銀竜、メルゼ、な、メルゼナ。だそうでございます。シャク銀竜のシャクっていうのは白シャクとかのシャクですね。銀は色の銀の竜。 メルゼナということで、私の予想は全く当たりませんでした。モンスターハンターで4文字のこういった名前っていうのは結構珍しいですね。クシャル・ダオラ・テオ・テスカトル。結構みんな長い名前が多い中、短くてもネル・ギガンテとかだったんですけども、メルゼナと、まあ、4文字にまとめてきましたね。最初見た瞬間は何かの略語かだと思いましたけども、このメルゼナってやつが、 モンスターハンターライズ、サンブレイクの主要モンスターになりそうでございます。それから、なあ、そうだ。一番個人的に大きい情報がございました。過去モンスターが多分結構な量増えそうでございますね。なんかね、今回紹介されたのは一匹だったんだけど、で、 このさ、これもさっきちょっとライブ中に話したんだけど、あの、一ノ瀬ディレクターから、あ、ごめん、変わるディレクターの名前忘れちゃった。けど、あの、拡張版で新しいディレクターに変わるのって、モンスターハンタークロスからダブルクロスと同じなんですよ。この時って、ものすごい容量増えたでしょ。だから基盤となる部分を一ノ瀬ディレクターが作って、そっから膨らませられる部分を新しいディレクターが一気に膨らませると。 ま、ダブルクロスの時とは違うまたディレクターだからどういう形になるかわかりませんけども、ただ、クロスダブルクロスの流れと同じ方向性を持っているっていうのは、ちょっと期待が大ですね。何の点で期待が大かっていうと、ボリュームに関してですね。そう、知ってる人は知ってますね。モンスターハンターダブルクロス。クエスト数1000を超える化け物モンハンです。過去モンスターとかをドカバシ入れてきて、 過去モンスターのボスモンスターなんかもドカバシ入れてきて、ただはいないモンスターも結構いたんですよ。ちょいちょいいたんですよ。あのラスボス級のモンスターとかね。そういったモンスターがもしかするとサンブレイクの過去モンスターに入れられるんじゃないかなって期待できそうなモンスターが追加されたんです。そうです。過去モンスター、将軍ギザミ。将軍ギザミだ 将軍ギザミが発表されたんですよ。将軍ギザミはね、あのね、まあ、背中に殻を被っているカニなんですけども、こいつがまたね、非常に厄介なんですね。まあ、そうですね。今回で言うと、ヤツカダキと同じ骨格、まあ、同じような基本構造をしてると思うんですけども、ヤツカダキとは多分おそらく全く違う行動をしてくるでしょう。その武器は大きな鎌で攻撃してくるんですけども、 今回はでも、鉄柱主義があるからね、ジャンプっていうのは可能でしたけども、ジャンプのない時代は、あの、地面のスレスレを薙ぎ払われると、もうあとは、フレーム回避しかなかったんだよね。あとは範囲に入らないか。そんな攻撃をドカバスやってきて、地面にも潜るっていうとんでもモンスターだったわけですが、まあ、とにかくね、装備が強くてね、えっと、序盤の、 装備集めの時にはめちゃくちゃお世話になって、もうとにかく狩りまくったモンスターなんで、こいつがやってくるのは嬉しいのと、この将軍刻みって、なんとモンスターハンターストーリーズ2にすら出てないんですよ。だから私は、もう戦えないと思っていました、将軍刻みとは。あの、大名ザザミっていう、この将軍刻みの亜種ではない、亜種というか原種とかではないんだけども、まあ、あの、一番最初に出たカニのモンスターは、ストーリーズ2にいたんだけど、 なぜかストーリーズ2にはね、将軍ギザミがいなかったんですよ。で、ザザミの方も、ライドできないモンスターだったんだよね。だからもう、カニ系はオワコンかって、俺の中では思っていたんだけども、なんと、将軍ギザミが、復活、ということでございます。それから、まだ大きな情報がございます。すげえ一瞬で、あっという間に終わっちゃったんだけど、あのね、ソニック・ザ・ヘッジホッグとのコラボが、 あるそうです。全然、あの、それしか言ってなかったから、概要わかんないんですけど、とうとう来ましたね。外部コラボがね。このね、モンスターハンター、さっき言ったモンスターハンタークロスと、あの、ダブルクロスっていうのは、とにかくコラボクエストイベントが多かったんですよ。めちゃくちゃだからそういった装備部分多かったんですよ。な <laughs>、だからね、お祭りゲームって言われてた、あのー、一部でもあるんですけども、とうとう外部コラボがやってきました。言うて、今んところその、 バージョン4.0とかの情報がなかったんで、割とがっかりしてた人多いんですけども、この外部コラボが入ってきたっていうのはかなり大きいんじゃないでしょうか。外とのコラボが可能になってきた、状況的に可能になってきたのか、スケジュール的にそう決まってたのか分かりませんけども、今後はそういった大きいコンテンツ、みんなの大好きなあのゲームやこのゲームとのコラボっていうのが、今後ね、ちょいちょい入ってきて、それに、そぐった装備、 クエストってていうのが追加されてくんじゃないかなかここは、あのー、要はだからカプコンコラボ第5弾が終わった後も定期的にコラボみたいなものはやっていきますよっていう表示だと思うんで、えー、素直に喜,ぶ喜べるところだと思います。もうさっき散々喋ったから口が回っていませんね。あとは、なんかそんなもんかな。ああ、そうだ。あとはスチーム版がね、1月の何日かだったんだけど、それよりも直近で10月の半ばぐらいに、スチーム版のモンスターハンターライズの 体験版が来るそうです。もう、もう、再来週やん。体験版来るの。なんでね、あのー、かなり、えっと、YouTube の、その、東京ゲームショーのライブの映像だとちょっとわかりにくかったけども、まあ、見てた感じ、4K 対応のなんだっけ、あの、テクスチャーが、 ハイグレードになってるから、多分プレイしてみるとかなり綺麗になってると思います。なんでパソコン持ってて、えっ、ー、と、ライズが動かせそうな人は、ぜひともちょっとお試し版、体験版をいや入れてみて、どんなもんか見てみたらいいかなと思います。ビレグラフィック楽しみですね。私ももう一回最初からやるか。やっぱグラフィック変わるといいよね。それはね、もうどのゲームにおいてもそう。というわけかな、そんなところかな。今回ちょっとサクッとまとめさせていただきましたけども。 いやー、とりあえず、将軍刻みが来たことが、タコスケくんはテンションがぶち上がりましたよ。まあちょっとね、あの、知らない人にとっては何のこっちゃいなってことだけど、まあいいモンスターなんすよ。そして過去モンスターがボンボン追加されるってことで、あのー、情報の追加にもね、注目していきたいところですね。どれぐらい追加されるんだろうな。言うて新モンスターは、 増えてもやっぱり新しくモンスター作るわけだから、そんなにシリーズをごとに新モンスターボンボン来るかっていうと、そんなに増えてる感じはしないんですよね。昨今の感じは。まあそれでもまあ結構増えてるか。まあ結構増えてるな。でもまあ拡張パックでものすごい数増えるかっていうとちょっとわかんないですけど、ただ過去モンスターに関しては大量にいますから、いくら増えてくれても困らないし、いくらでも出てくる可能性はある。ちょっとその辺楽しみにしておきましょう。というわけで。 東京ゲームショウカプコンなんだっけカプコンプログラムの後日談まとめでした。それでは T.U.